秋田おば箱農業共同組合は、秋田県大仙市に本店を置く農業共同組合。愛称は JA 秋田おば箱。大仙市全域、仙北市全域、仙北郡三里町を営業エリアとする。大仙仙北地区における 20JA の合併によって1998年4月10日に発足する。合併によって発足した JA 秋田尾箱は、米の取扱量が、 年間8万トンとなり、米流通規模が日本一の J となった。2015年8月、米生産延長からの脱却を掲げる秋田県の方針に沿って県や大選手からの負担も得て、事業費4億2600万円を投じ、大選手清水にトマト栽培にあたる104棟のメガ団地を整備。2017年度までに販売量436トン。 販売額を1億1600万円とするとの目標を掲げた。2016年8月19日、ファミリーマートとフランチャイズ契約を締結し、一体型店舗、ファミリーマート箱を曲り店を大仙市花館に開設したほか、翌年6月、ファミリーマート箱を曲り店と、同区画内に地元の農産物の販売や、地元産の野菜を使った料理を提供する。 レストランなどを備えたファーマーズマーケットシュシュエットマルシェを開業。米生産堅調からの脱却を図る施策を講じている。本店は大仙市佐野町に所在するが本部機構が中仙地域に分かれて所在するため佐野町本店と中仙本店の2本店制となっている。信用事業の口座勘定は本店名でのみ所在し、 中線本店側に勘定が設置されている。なお、佐野町本店には、信用事業の窓口となる支店の併設はない。当組合の生組合員数は19,463個。ついで、秋田ふるさと農業共同組合、秋田新生農業共同組合で、県内では、生組合員数が1万個を超えるのは、この3農業共同組合となっている。 田沢湖線から見えるオバコライスターミナルあたり組合、公式のイメージキャラクターが、アニメ調のキャラクターである、オバコ娘である。原案者は、現職女性 JA 職員で、秋田テレビの JA グループ、秋田提供の番組である、JA 緑の広場我ら夢中人に、かつてこの原案者が出演した。オバコとは、東北地方の方言で、少女や娘という意味であり、オバコ娘を、 地図裏のまま解釈した場合、上々と返されかねないが、名付けの意図するところは、遠く見合の娘という意味を込め、おばこ、娘としたとされる。また、秋田や山形には、おばこ節という民謡がある。大戦士四つ屋には巨大なキャラクターイラストが描かれた、おばこライスターミナルという米の集荷施設がある。 公式ホームページよると2007年現在、日本一の米州化施設とのことである。この施設は、JR 東日本の宇ご四津屋駅付近では、秋田新幹線、小町の車窓からよく見える位置にあるほか、国道105号を、旧角の立町方面から旧大曲り市方面に、進行した場合も、自動車の車窓からよく見える。イラスト付きの建物や看板などは、秋田小箱のうきょう本店。 角野立駅前支店、田沢湖営農センター、畑屋資材センター、上岡農機センター、関連会社のおばこライフサービスの内男、サービスステーション、上岡サービスステーション、横堀給油所、西明寺給油所、秋田おばこ運輸の大型トラックなどに、イラストが描かれている。また、おばこロマンロングや、おばこロマンマイの生徒のおばこロマンシリーズの JAA、 秋田おばこ区専用の肥料のパッケージにも描かれている。このイラストは主として農家向けの商品に描かれることが多いとされ、当地区の農家の庭先や作業場には必ずといって良いほどおばこ娘イラスト付きの肥料袋が見られる。一般消費者向けには発芽玄米、ほうれん草、椎茸一部の生協向けの精米のパッケージなどにも使用されている。 旧大曲市を中心とした旧仙北郡の市町村を指す現在の大仙市、仙北市、仙北郡三里町に相当ありがとうございます。